はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀明です。今日も朝早くスタジオに来て、これ8時から撮影しています。置いといて、はい、今日は初中級レベルのコンビネーションをお伝えしたいなと思います。左足のスタンプからスタンプ、シャッフル、ちょっと横からね足を入れ替えるような感じ で左足プルバックして抜いてからボールボール、ヒールヒール、クランプロール、ボールボール、ちょっとね横にこう移動するような感じで、ワン、ツー、スリー、ツー、フォー、タカ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 、タッタッタ、ちょっとテンポは落ちます。ワン、ファイブ、そしたら次は同じようにスタンプで今度シャッフルするんですけど、今度は左足のプルバックで折ります。入れ替えをしないです。で、フルラップヒール、タッタッ、スカッフヒールスタンプ、ここまでつなげています。なので、左足を引くんですけど、反対に乗り換えるパターンと左足そのまま降りるパターンの2つの、プルバックの使い方が入ってます。気をつけてください。ワン、ちょっと斜めで、ワン、ストンプ、またはスカッフ。ワン、ね、このバックフラップ。バックフラップっていうのは普通のフラップね、前に進む方、前に蹴って下ろすフラップに対して、バックブラッシュ、前から後ろに引いて、降りることをバックフラップと言います。ツーエンダーやスリーエンダーや、できたら少しこういう横に逃がすような絵があるとより面白いかなと思います。1点2点だよ、2点だよ、5点だよ、1点2点だよ、2点だよ、5点だよ、っていう人はちょっとウィングみたいな動きでやってみたらいいかなと思います。
ブラッシュ、ボールドロップ、サード。こういう動きサードって言うんですけど、前の動画でもちょっと説明してますので、ちょっとね、分かんない人はちょっと見てほしいなと思います。1、3、4、5、6、これは次の1、3、4。最初スタンプと同じ意味で。この6つの、ね、音の集まりをやります。これが、1、2、3、4、5、5になります。この時に注意して、サードっていうのが、よくね、潰して使うことが多いんですけど、この場合は一個一個単音としてしっかり使うので、潰れないように一個一個の音として、ということでちょっと意識しながら、まず一個一個の、ね、間を空けながら、正確な均等の6つを打てる練習してください。こちらが言うことをどれだけ正確にできるかになってくると思うので、
僕は僕の癖とかね、流れがいっぱいありますけど、それでも参考になれば練習してもらって、それはもうこれもできる、これもできるっていう状況をたくさん作ってもらえればなと思います。参考になれば幸いです。